みさんこんにちは、キラです。はい、ということでね、今回は題名にもある通りポケットモンスターソードシールド冠の雪原までの全898匹の種族値ランキングトップ10でございます。ぜひ最後までご覧ください。以前に種族値ランキングトップ10を作りましたが、それの改訂版でございます。追加されたポケモンとしてダクマ、ウーラオス、ザルード、レジエレキ、レジドラゴ、ブリザボス、レイスポス、バドレックスの8体でございます。もうすぐポケモンも900匹まで来ました。記念すべき900匹目は誰でしょうか。気になりますね。早速ランキングを発表していくわけなんですけども、その前に2つ注意点がございます。まずは順位の付け方です。まず順位というのは対象が全体に対して何番目であるかということを示すもので、例えば1位が2人いた場合、次の人は上から3番目ということになるので3位ということになりますが、今回のランキングではもし1位が2人いたとしても次は2位という付け方にしています。特殊な順位の付け方なので疑問に思うかもしれませんが、今回これで行かせていただきます。2つ目は今回のランキングに時穴垂れ師フーパがランクインしていますが、オメガルビーの全国図鑑に登録される前に3の方に送ってしまい戻せなくなったので返信後の映像が用意できませんでした。さらにサンムーンに全国図鑑がありませんので映像がないということで返信前の姿に入れ替わっております。あらかじめご了承ください。皆さんは幻のポケモンは大切に扱いましょう。滅多に手に入らないですからね。この前も同じ話でしたね。はい、ということで話が長くなりましたが、今からランキングの方に移ります。それではどうぞ。同率10位ケッキング150、同率10位フワライド150、同率10位ギラティナアナザーフォルム150、同率10位ギラティナオリジンフォルム150、9位カビゴン160、8位ママンボウ165、7位オエルオウ170、6位ソーナンス190、5位レジドラゴ200、4位ジガルデパーフェクトフォルム216、3位アクジキング223、2位ラッキー250、同率1位ハピナス255、同率1位無限ダイナ無限ダイマックス255。10位ネクロズマ黄昏のたてがみ157、同率9位メガバシャーモン160、同率9位ケッキング160、同率9位レジギガス160、同率9位メガディアンシー160、同率9位解き放たれしフーパ160、同率9位ヒヒダルマダルマモードガラルの姿160、8位メガバンギラス164、同率7位メガジュペッタ165、同率7位ラムパルド165、同率7位メガエルレイド165、同率7位バドレックス白馬城の姿165、6位ウルトラネクロズマ167、同率5位メガガブリアス170、同率5位ブラッククレム170、同率5位ザシアン剣の王170、同率4位原子グラードン180、同率4位
メガレクーザ180、同率4位デオキシスアタックフォルム180、3位カミツルギ181、2位メガヘラクロス185、1位メガミュウツー X 190。同率10位メガバンギラス150。同率10位メガメダグロス150。同率10位レジスチル150。同率10位ニダンギル150。同率10位メレシー150。同率10位ディアンシー150。同率10位バドレックス白馬城の姿150。9位ドヒドイデ152。同率8位イワーク160。同率8位原子グラードン160。同率8位デオキシスディフェンスフォルム160。7位トリデプス168。同率6位メガヤドラン180。同率6位パルシェン180。同率6位ボスゴドラ180。5位クレベース184。同率4位ハガネール200。同率4位レジロック200。3位ツンデツンデ211。同率2位メガハガネール230。同率2位ツボツボ230。同率2位メガボスゴドラ230。1位無限ダイナ無限ダイマックス250。10位ネクロズマ暁の翼157。9位メガリザードン Y 159。同率8位メガラティオス160。同率8位メガディアンシー160。同率7位メガ電流165。同率7位メガサーナイト165。同率7位バドレックス黒馬城の姿165。6位ウルトラネクロズマ167。同率5位メガゲンガー170。同率5位ホワイトキュレム170。同率5位トキアナ大使フーパ170。4位電樹木173。3位メガフーディン175。同率2位原始海洋画180。同率2位メガレックーザ180。同率2位デオキシスアタックフォルム180。1位メガミュウツー Y 194。10位トリデプス138。同率9位マンタイン140。同率9位海洋画140。
同率9位ギルガルド、シールドフォルム140、8位ドヒドイデ142、7位ザーマゼンタ盾の王145、同率6位メガラティアス150、同率6位レジスチル150、同率6位ダイノーズ150、同率6位メレシー150、同率6位ヌメルゴン150、同率6位ディアンシー150、同率5位ルギア154、同率5位フォーオー154、同率5位フラージェス154、同率4位原始海洋画160、同率4位デオキシスディフェンスフォルム160、3位レジアイス200、2位ツボツボ230、1位無限ダイナ無限ダイマックス250。10位メガミュー 2Y140、 9位ドラパルト142、 8位ゼラオラ143、同率7位メガスピア145、同率7位メガジュカイン145、同率7位アギウダー145、6位ザシアン剣の王148、同率5位メガ風鈴150、同率5位マルマイン150、同率5位メガプテラ150、同率5位デオキシスノーマルフォルム150、同率5位デオキシスアタックフォルム150、同率5位バドレックス黒馬城の姿150、4位フェローチェ151、3位テッカニン160、2位デオキシススピードフォルム180、1位レジエレキ200。同率10位ケッキング670、同率10位海洋画670、同率10位グラードン670、同率10位レジギガス670、同率10位ザシアン歴戦の勇者670、同率10位ザ・マゼンタ歴戦の勇者670、同率9位ミュウツー680、同率9位ルギア680、同率9位ホウオウ680、同率9位レックウザ680、同率9位ディアルガ680、同率9位パルキア680、同率9位ギラティナアナザーフォルム680、同率9位ギラティナオリジンフォルム680、同率9位
デシラム680、同率9位ゼクロム680、同率9位ゼルネアス680、同率9位イベルタル680、同率9位トキアナタレシフーパ680、同率9位ソルガレオ680、同率9位ルナーラ680、同率9位ネクロズマ黄昏のたてがみ680、同率9位ネクロズマ暁の翼680、同率9位バドレックス白馬城の姿680、同率9位バドレックス黒馬城の姿680、8位無限ダイナ690、同率7位メガバンギラス700、同率7位メガボーマンダ700、同率7位メガメタグロス700、同率7位メガラティアス700、同率7位メガラティオス700、同率7位メガガブリアス700、同率7位ブラックキュレム700、同率7位ホワイトキュレム700、同率7位メガディアンシー700、6位ジガルデパーフェクトフォルム708、同率5位アルセウス720、同率5位ザシアン剣の王720、同率5位ザマゼンタ盾の王720、4位ウルトラネクロズマ754、同率3位原始海洋画770、同率3位原始グラードン770、同率2位メガミューツ X 780、同率2位メガミューツ Y 780、同率2位メガレックウザ780、1位無限ダイナ無限ダイマックス1125。はい、以上が冠の出現までの種族地ランキングトップ10になります。以前のランキングからかなり変わりました。バドレックスとかね、まあいろいろ入ったんですけども、やっぱこれでしょ、レジエレキが早すぎる。今まで16年くらい1位だったデオキシススピードフォルムを追い抜き1位、もうこいつの特徴なくなるやんけ。デオキシスで唯一1位だった素早さまで抜かされたらもう何も残らん。こいつが入ったことにより順位が全部一つずつずれた。レジ系統はスチールギガ水害200になってるから、次は攻撃特攻が200のやつが出てくるのかな。もうそうなったらメガミュウツー5よね。もうなんならレジ全員合体してもう全種族値200の合計種族値1200のバゲモンが生まれてしまうぞ。それはねえか。次あたりでもしかしたら680族の禁止球伝説がね、合計種族値トップ10から陥落する可能性があると思います。将来無限ダイナの完全体やメガアルセウス的なねポケモンが出てきたらあるかもしれません。これからのポケモンが楽しみですね。またランキングが変動したら種族値ランキングを作成していくので、ぜひご覧ください。はい、ということで今回は以上になります。この動画が面白ければぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンお願いします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。